こんにちは、あさです。今日はですね、自分の器を上げていく、方法について、以前にもシェアしたことがあるんですけれども、そのパート2みたいな感じで、また以前とは違った視点からのシェアをしたいと思っています。で、以前にお話しした自分の器を上げていくというか広げていく方法っていうのは、やっぱり自分自身との約束を守り続けることだったりとか、こう積み重ね、もう日々の積み重ねで器ができていくよっていう話をさせていただいたと思うんですけれども、今日は器っていうとね今日は器っていうと、人とのコミュニケーション、相手を受け入れられる度量みたいな部分も器になってくるじゃないですか。そこについて、ちょっとシェアをしたいなと思っています。で、相手を受け入れる、相手の価値観だったりとか相手のこと全てを受け入れられることに絶対的に必要なことがあります。それが自分を愛せているっていうことなんですね。なので、自分のことを愛せていないと、大切にしていられないと、相手のことを愛してあげることも受け入れてあげることもできないわけなんですね。だから、まずは相手のためになることをしよう、相手にじゃなくて、まず自分のことをしっかり愛して大切にしてあげることを大事にしていただきたいなって思っています。そこから人のとのコミュニケーションって始まると思うんですね。人とのコミュニケーションがこううまくいかない人だったり、うまくいかない時だったりって、やっぱり自分のことを大切にできていない、自分のことを愛せていない、自分に自信がないから、そこから来る何かこうモヤモヤっとしたものからの根源とするこうトラブルだったりとか、人間関係のコミュニケーションだったりとかってするんですよね。なので、そこもう第一なので、絶対にこう自分を愛してあげるっていうことで、自分を愛するってどういう感じって思うかもしれないんですけれども、それはもう自分がやったことに対して自分でなんかこう痛みつけないっていうか、ジャッジしない、お前は本当にダメだなみたいな言葉を常に自分に思ってるだけでもね、言ってるようなもので傷ついていっちゃうじゃないですか。でも自分にいつでも大丈夫だよ、頑張ってるねって言ってあげられたら、もうそれだけで自分を認めてあげられてるので、やっぱ自分がホッとすると思うんですね。自分に話しかけるっていうことをあんまり皆さん多分される方って少ないかなと思うんですけれども、自分に話しかけてあげる、自分に今日もありがとう、感謝してるよって言ってあげるっていうことを、ちょっと気持ち悪いとか抵抗あるって思う方もいるとかもしれないんですけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。あと、私がよくやってるのは、心の中心、心臓の中心に、心臓って、生まれてから24時間365日今までずっと1回も1時間も1分も1秒も休まずに動いてきてくれてるじゃないですか。だから心臓に対して、私のね、心臓の中心さん、いつもありがとうございますって、もうあなたがもう本当に動いてくれてるおかげで、こうやって今日も生きていられて幸せです、ありがとうみたいなところもかなり意識して、毎日毎朝起きてすぐ言うようにしたりとか、自分に話しかけるって結構しています。で、セルフハグみたいなね、こういう感じで、大好きだよ、今日も頑張ってるねみたいなのとか、あと私がすごく尊敬している方のお話で、赤ちゃんをねあやす時ってどういう瞳で赤ちゃんのことを見つめていますかっていうところで、私これ愛犬に対してもそうだなと思ったんですけれども、うちのワンちゃんをねどういう感じで、どういう眼差しで見てますかって、すごく愛しいなって思いながら見るじゃないですか。かわいいねみたいな、かわいいみたいな感じで、すごいなんか愛情たっぷりの瞳で見ると思うんですよ。そういう眼差しで見ると思うんですけれども、それを自分に向けてあげるってイメージするとすごくわかりやすいですね。だからなんか自分の赤ちゃんをね見たことはない方はあんまりいないと思うんですけど、やっぱり赤ちゃん見るとなんかすごく癒されるし、すごい愛情たっぷりの眼差しになんかなるじゃないですか。ワンちゃんとか猫ちゃんとかでもそうだと思うけど、それを想像で自分に向けてあげるっていうのをすると、すごくなんかもう優しい気持ち、もうなんか
愛で満たされるような感覚になるので、その波動を出してると結局こう夢が叶うっていう引き寄せにもつながっていくし、相手のことを受け入れられるっていう今日のテーマですね、器を広げていくことにもつながっていくと思うので、ぜひ自分にそうやって自分を愛してあげる、自分を認めてあげる、大切にしてあげるっていうことをぜひ意識して時間をとってやってみていただければいいんじゃないかなと思っています。参考になれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。あなたの人生に光が満ち溢れますように。朝でした。またね。I tell you something I could do. I could be running around chasing you, but I won't. 'Cause I got better things to do. Rather spend my precious time.